サマルが気になる方はたったの5回一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹が気になる人におすすめな簡単エクササイズを紹介します。腹筋をする前に今回の5回エクササイズをすることで下腹が引っ込みやすくなります。まず簡単に下腹のことを説明しますと、腹筋の上部よりもやはり下腹部の方が脂肪が多いです。そして体脂肪が仮に 10% 以下の方、そういった方は下腹が出てるっていう感じにはない場合もありますが、基本的な方は体脂肪が 10% 以上ありますから、上部よりも下腹部の方が脂肪が多いので下腹が出てしまっています。そのためには腹筋をするんではなくって、腹横筋、そこをしっかり鍛えることで下がっている骨盤や内臓、そういったものを持ち上げとく、支える力がつきますから、その力をつけることによって下腹が引っ込んでキープすることができます。ではやり方を説明します。まずかかとをつけた状態でつま先を開きます。気をつけした状態から45度ぐらい開いてください。この時に骨盤が前傾している、お尻が出ている、そういった方は下腹が出やすいです。お腹が伸びていますから、お腹の力が入ってない状態になるので下腹が引っ込みにくいです。これを改善するためには、おへその穴を上向ける、お尻を締める、お腹を引っ込めて体を引き上げる、そういった意識がいります。今回はこの状態で手は軽く腰に当ててゆっくり折ります。かかとが開かないように注意です。こっから骨盤を後傾させて、おへその穴を上に向けながら体を伸ばして、お腹、お尻、太ももの付け根、この3つをキープして体を引き上げてください。横から見るとまず折ります。つま先の方向に膝を曲げます。ここから骨盤を後傾させて、お尻を締めて、おへそ上向けて、お腹を引っ込めたまま体を引き上げて、お腹を引っ込めてキープです。これを一緒に5回やってください。5回やった後はお腹が少し引っ込んだ状態をキープできますので、その状態を忘れないように意識してください。では5回いきましょう。いきます。1、お腹を引っ込めてぐーっと上がります。お腹引っ込めます。2、しっかり骨盤を後傾です。3、4、5、 OK です。お疲れ様でした。どうですか？5回やった後では今もちょっとお腹が引き締まってる感覚わかりますでしょうか？お腹を引っ込める、骨盤を後傾させる、体を引き上げる、これがポイントです。呼吸なんですけども、息を吸う時っていうのはお腹がつい膨らんでしまいますから、息はあんまり大きく吸って大きく吐いてってことをしなくてもいいです。できるだけお腹を引っ込める、骨盤を後傾させる、そういったことに意識を向けてください。今の意識をしながらどのエクササイズもすることでお腹を引っ込める効果ができてきます。特に腹筋をするときはお腹の表面に力が入りやすいので、腹筋をつけたい方はそれでもいいんですが、お腹を引っ込めたい方はお腹を引っ込めながら腹筋の動作を行う意識をする必要があります。そうすることで腹筋の表面ではなく腹横筋にしっかりアプローチできますので、そういった意識を心がけてエクササイズを行ってもらえたらと思います。今回は下腹を引っ込ます簡単エクササイズ5回でした。頑張った方、勉強だった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。